アジアの特徴、はい、どうだった戦ってみてさ。韓国やっぱ強かったなっていう。那須さんは本当この長い間とペアレスさんじゃないですか。ケツというか長くやれる。どっちかというと俺もファイターだったから。リゲイン。頑張って。今回手元にあるこのリゲイントリプルフォースということで、こちら疲労回復。はい。気使ってるでしょ。もう連戦だし。そうですね。今はね。はい。その疲労回復っていう意味では、はい、特に気を使ってることってあったりする。まあ、やっぱり健康的な、やっぱ早寝早起きとか、あ、まあ、基本的な、ね、食事的な、やっぱ基本が一番かなって思って、うん、食べるものとかも気をつけてる。はい、そうです。え、どういうもの、例えば。例えばどういうもの。例えば、うん、おお、深掘ってるから。まあ、ビタミン。ビタミン。あの、皆さん、菊池選手のことご存知かもしれないですけど、菊池選手は詰めれば詰めるほどね、あのゴモゴモしてくるんでゴモゴモしてくるんで、あのそこら辺で楽しみながらご視聴いただければと思うんですが、まあ、今回そのまたじゃということで、まあ、今ヴィッセル神戸 ACL の方もね、あの戦ってると思うんだけど、実際その予選ラウンドっていうか、はい、振り返ってみてどうだったんですか ACL。 まあ首位で通過できて、まあ、それ非常に良かったかなと思います。UFO っつったら対人プレー強いけど、中国のチーム、韓国のチーム、それとも中東のチームとかアジアのチーム、はい、なんかこう特徴どうだった戦ってみて実際。韓国やっぱ強かったなっていう。それはやっぱフィジカル的に全体的にやっぱレベル高いなっていうのは。そのたまにあの戦いもやっぱ激しい。そうです。でも好きじゃない。僕は好きですね。どうだったらその韓国のその玉際のバチバチやってたら相手もめちゃめちゃ来るでしょ。そうです。結構さ、マリーシアじゃないけどさ、ね、ファールギリギリのこともやってきたりした。いや、そんなことはない。ノーマリーシアノーマリーシアだよ。ガチ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 。 UFO が、まあ、共通項って言ったらこうディフェンダーなんです、はい、まさにこのね、ヘディングだったり1対1の、はい、ファイターっていうところだと思うんだけど、1対1とかヘディングやったりをファイヤーっていう、ファイヤーってのはあれ、なんて言ってんだっけ。よいしょ。よいしょだ、はい、よいしょよいしょって言ったの、はい、あれはどこのカテゴリーの時に身についたもんだろう。それ大学1年生の頃に、うん、こう人と一緒じゃダメだと思って、うん、とにかく目立たないとダメだと思って、うん、叫ぶようになりました。でも結構あれやるとこう勝った時にもっと気持ちが乗るみたいな。そうですね。まあそれの相乗効果もいろいろあって、うん、まあ、今に繋がってるなって思います、うん。あと一つ思ったのがその、まあ、ヘディングも強いし、あのこう声も特徴的なんだけど、対人プレーちょっとセンターバックでやっぱあの距離感で詰められる選手ってなかなかいない。結構自分から相手の前に入っていくじゃん、はい、あれはどういうあれなの。大学時代に毎日1対1の練習してたんで、うん、なんかもう自然と逆にもうこっちが行かないと自分は無理っす。あ、引いては無理っす。ずる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 、収まらないです。もう絶対もう自分から行って自分で取るっていうのが、うん、もう自分のスペシャル特徴、はい、特徴というか、まあ、でもさ、あれさ、逆に俺はね、あの冷静に見てあのやり方やると自分よりちょっとこうスピードがバーンってこう速いやつとか前に出られた時に結構ファール気味になっちゃうじゃない。ウェフォーはスピードもあるからっていうんだけど、あれ本当にすごいなと思ってて、どうする、そのまださ対戦したことない相手もそういう取り方するの。全部です。全部なんだ。相手がまあスピードが結構速くて前に行かれそうになる時とかどういう対応するの。あとなのか、あ、行かれる時は行かれてますけど、うん、基本的にスピード乗らせないですね。さっきあその前に潰すんだ。多分自分もそうですけど、めっちゃ来られたら嫌じゃないですか。嫌だ嫌だ、うん、だからもうそこまで守り詰めれたら選択肢奪えると思ってて、うん、考えてやってるわけじゃないですけど、うん、ちなみにこういう選手として嫌だなっていう選手はどういうタイプなんですか。何考えてるか分かんない選手っていうか、うん、なんか感情をなんか顔に出さない選手っているじゃないですか。おー、いるいる。そういう選手ってなんか怖いっす。あー、なるほど。むしろよし、おらーとかなんかもうじゃなくてもなんか無の、無のね。ボール奪っても無だし、うん、かわしても無っていうか。え、タイプ的にはそのどういうタイプが嫌だとか。難しいっすね。やっぱその時のフィーリングが起こりますし。あー、まあね、はい、そんなにでも苦手意識なの部分はない。ないと思いたいっす。視聴者の皆さん、これね、選手の時ってあんまりそういうね、はい、苦手意識も作らないようにしてるし、あんまり多分ディフェンダーだから見てないと思う。見てないでしょ、他の、 あの試合とか他の選手の特徴とか。あ、か過度に見るんかい、はい、見るんかい過度には見ないでしょ。過度には見ないですけど、まあ、大体わかるじゃないですか。まあ、右、左、相手選手はもう大体対戦したことあれば大体わかるので。でも変にインプットしすぎないでしょ。そうですね。だからあんまり苦手意識を作るとき、逆にディフェンダーってあの良くない、良くないというか、試合にこう変なそうやられたときにちょっとねネガティブに引っ張られるから、できるだけ無の状態で試合に臨みたいっていうのがある。
なるほど。那須さんは本当この長い間トップやられてたんじゃないですか、うん、そのケチというか長くやれる、まあ、多分リュウホみたいにその、はい、どっちかというと俺もファイターだったから、はい、ピッチ内で出すファイターな部分とあと長くやるにはそのピッチ外でもやっぱりチームにどういうものを自分の行動でいい影響を与えられるかとかプラスアルファで何かを残さないと年齢重ねるとやっぱどうしてもプレーの評価かプレー外の評価がないと長くやれない、はい、そうだからそのプレーの評価は今やってる延長上でいいと思うんだけどあとはプレー外 のところでやっぱ自分発信でチームに変化をこう与えられたりとかそういう選手にならないと年齢重ねたら正直新しいいい選手が同じ能力があったら若い選手したいっていうのはチームの意向だと思うし考え方だと思うからここからプレーの部分でもっとそのより特化させるっていうのももちろんだけどプレー外の部分っていうか、はい、あとはピッチ内でもボールがこのオンになってるそのオフの時に何かこう選手に、まあ、コミュニケーションじゃないかできる選手になること周りを巻き込むってことができるようになるとやっぱチームとして欠かせない選手になっていくと思います、はいはいまあ、長くやってた中で、うん、ベンチとかになったり、うん、ベンチ外になったりっていうこともあるじゃないですか、うん、あるあるそうなるとやっぱ、まあ、自分もそうですめちゃくちゃ悔しいっていうか、うん、そうだよね、その悔しさと、まあ、向き合いながらも戦うわけじゃないですか、うん、なんていうかなもうこの今までずっと悔しさと向き合ってきたわけじゃないですか、うん、すごいなっていうかいやいやでも、はい、出てるだけが全てじゃないから、はい、出てない時間をどうやって有効的に使うかとか出てない時って正直ねプロ長くやれば腐ってる選手が山ほどいるのよ、はい、が見てきたかもしれないけどその腐ってる選手たちをどうやってこう火をつけて巻き込んでそのサブチームだったらトップチームに勝つっていうことを何度もしないといけないからそういう意味では周りを巻き込むことをずっと自発的にやってるとトップに上がった時にすごい自然とこう活躍できるというか別に力まずにやれるいい準備期間だと考え方次第だよそれをどう捉えるか他部チームにいても悔しいけど苦な時間にならないし時間の使い方じゃないですかこれは多分僕だけじゃなくて多分サッカーしてる少年とかが一番直面する問題だと思うんで長く現役でトップやってた人の意見を聞くことでみんなためになると思ったうんはい、最後あれですね俺はどのカテゴリーもいいけど、はい、勝ちたいよねっていうもうそれに尽きる何がしたいの腐りたいの腐ることしたいのっていう勝ちたいよねだったらやろうぜっていうそれをでも勝ちたいよねって言っても個人だといやだけどみたいなだからそれを自分発信で巻き込むっていう勝ちてんじゃねえのかっていう俺らがトップに勝てねえと出てねえんだぞっていうのを俺が巻き込むっていうことを、はい、まあ特にしてたそういう選手じゃないと本当トップにはなれないと思うので俺が全てですよねやっぱり一番になりたいっていう気持ちが一番かなと僕も今田さんの話を聞いて思いましたそういう選手になってほしいですよ、はい、まだまだシーズン続くんでね、はい、本当頑張ってもらって一緒にボールを引っ張ってはい、はい、頑張りますお願いしますはい、ありがとうございます今回菊池選手と対談させていただいたんですが、この手にねずっと持たせていただいたリゲイントリプルフォースこちらを購入した方々に豪華プレゼント選手のサイン入りプレゼントをお渡ししたいと思いますので皆さんぜひねご購入の方よろしくお願いします、概要欄の方に記載してありますので、そちらの方から購入していただいてプレゼントのね抽選という形になると思うのでぜひ応募の方よろしくお願いします